テステス、チェック、マイク、チェック、ワン、ツー、ハー、ハー、はい、はい。大変お待たせ。どうもー、こんにちはー。こんにちはー。はい。いやー、岐阜まで来てましたね。はい。現場から本日は、楽しんでますかVTuber、みかのちゃんです。皆さんお疲れ様ですね。今日ね、新作発表会のイベントだよ。ちょっと暑いかもしれないですけどね、みんなで楽しもうじゃん。時間ほどね、僕らのトークタイムを、ね、広い可能性もあるから、いただければなと。これはね、録画して期待のいろんな発表が、ね、あるかなと思うので、ぜひ楽しみにしていただければなと。ちゃんと聞こえてるかな。もう映ってます。はい、簡単に楽しみだね。はい、はい、今日、一応、集大祭in全タメ2022出張版ということで、これからじゃあ始めていきたいと思います。よろしくお願いします。司会担当させていただきます、東京高田馬場に、存在するゲームセンターの、店長である池田と申します。皆さんよろしくお願いします。そしてそして、はい、では私がですね、シティコネクション代表の吉川と申します。はい、よろしくお願いします。うちのビッグボス。はい、そして、はい、シティコネクション、音と広告いろいろやってます。よろしくお願いします。です。よろしくお願いします。足を刺されたかもしれないかなと思いますけれども、はい、この番組は今年の春に開催されましためっちゃ天気良くてゲームの大感謝祭初めくもくもしてたんですけど、まあ、晴れてね、今年の私が綺麗にやらせていただいております。で、配信もね、日本一さんのチャンネルのほか、まあ、ミカドのチャンネルも、今日ミカドちゃんの
中の来てるんですけど、副音声で帝からも配信しているということで、配信見てる皆さんもね、見てますか、見てますか、というわけでやっていきたいかなと思います。というわけで、シティコーレちゃん、今日はじゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速いきますか、情報公開、はい、はい、1つ目から。それじゃあ、じゃあスライドの方に切り替えていただいて OK ですね。大丈夫ですね。最初の作品はこちらです。はい、 V が流れます。これな、10年前回ちゃんたけちゃんがねワンコインクリアしたな。のろちゃんの声出てる。これでどうだい？数秒ごとにピタッと映像が止まる。あ、これ録画してるからね、後で多分いい感じにできるはず。これちょっとマシになってるといいけど。間違えて日本一チャンネル見てた。あ、それもそれでね、いいけど。声出て、ささやかから。どうだい、この超コーナーインドシューティングの赤い刀の新作だよ。これさっきの間違えた。そのくらい離れたら難しい。12月15日に発売だよ。はい、はい、よー。最初のタイトルは絵も綺麗だな。はい、赤い刀の新でございます。よろしくお願いします。はい、2010年に株式会社ケイウ様より、ゲームセンターアーケードでリリースされた赤い刀、その家庭用移植にして別バージョンである赤い刀 C、 さらに赤い刀のベースにバランス調整を行った絶赤い刀、それぞれ異なった戦略が楽しめる3タイトルが、一つになって復活、はいはい、女ババア、イケメンの順で強いって聞いたね。PS4、XBOX シリーズ S、X、そしてジャンルは横スクロール型のシューティングゲームとなっております。アーケードの名作が BGM4 番が後ろでどちら流していただけると段取りがね、今ね、会場スピーカーの音が入ってる。アーケードの名作が、まあ、どうにもなんでも楽しめるということでね、はい、もうすぐ発売ですよね、はいはい、そうですね、まあ、ここまで何度かね、いろんなイベントや配信で、まあ、ご紹介させていただいたタイトルではございますけれども、ここで改めて、はい、また岐阜の皆さんにしっかりこうアピールしていこうかなという趣旨になってますね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？風が強いですね。風ですね。まあ、野外慣れてないですからね、俺はね。そうですね。俺もしかしたら野外今回初めてかもしれないです。あ、本当ですか。いや、で爆音で外で流れる曲いいなと思って。なかなか良かったですね。ライブやりたいです。ライブやりたいですね。ライブやりたいですね。まあ、さっき太鼓の非常に良かったですね。ね、まあ、もうすでに予約等は、はい、もう始まって始まってますよね。はい、でこのスイッチと PS4 に関してはパッケージ版がご用意されてて、はい、Xbox 版に関してはダウンロードのみの、はい、販売となっておりますので、ね、お持ちのプラットフォーム代替できるかなと思うので、はい、まだ予約されてない方は、ぜひぜひお願いします。ご予約をよろしくお願いいたします。はい、というわけでここでもう一人呼んじゃいますか。そうですね、来ますか。はい、赤い刀シーンを、はい、作っている開発の人間が今日は来ております。はい、ミカドファンならおなじみ C コネクション新開発チームテイクオフのメインディレクター、はい、ちゃんたけこと江田武弘出てこい。どい、皆さん拍手でお出迎えください。大人になったちゃんたけでございます。大人になりました。大人になりました。復活した、復活したけど今度はそしたら反響するんだな。あのあこっちだ、ごめん、どうしようか。最初こっちだ、ごめん。やっぱりなかなかね、段取りがね、やっぱ僕らもね慣れてないし、赤い刀の時だけここに座って、そうだね、終わったらこっち、そうですね、はい、もう一個のやつ。というわけで、ちゃんだけね、今回は東京ゲームショウとかね、長野
のね、e スポーツのイベントでもプレイしてもらいましたけど、竹ちゃん、竹ちゃんといえばおなじみのトレーニングモードを使って、そういきなり新ボス、馬匠と戦ってもらいます。まあ、はい、聞いてなかった。はい、ありがとうございました。ちゃんといいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、大丈夫ですか。そうです。まあ、この結構その、うん、まだ反響する今。さまざまなトレーニングモードの、ね、あの充実した UI オプションが今回赤い方のシーンには用意されているということで、はい、まあ、その辺ちょっと確認しながら。聞こえてるかな。慣れれば大丈夫。実力を見せつけましょう。大丈夫だし。移植度の高さを見せつけましょう。ですね、お願いします。実感として。誰か僕代わりに喋る。こんな感じに行くか。はい、じゃあ切り替えをお願いします。うん、爆音、爆音ですね。アレンジでいいよ。じゃあ松本大輔の曲で、はい、ありがとうございますか。全曲アレンジしました。そう、今回はアーケード版の梅本さんの楽曲と松本さんのアレンジが選択することができます、はいはい、できます、はい、ぜひぜひどちらもいいので。そうですね、やっぱ梅本さんのあのなんだろう、泣けるフレーズっていうか、うん、あの一面冒頭とか、もう赤い方のファンだからもうご存知だと思うんですけど、はい、あの泣きのリフがやっぱちょっとかっこよくて、うんうん、ステージどこにします？場所で、場所で行けますか？ボス、ボスで、ボスで、あれだね、見せちゃおう、見せましょう、ええ、うん、じゃあこうで、はい、ちょっと岐阜の皆様にもどんだけ球いっぱい出るかっていうのも、そうそう、雰囲気ね、こういうゲームなんだっていうのを知っていただきたいという、ええ、ちょっと有利な状況。そうですね、ちょっとあのプレイしやすい感じで調整、はい、まあ、こういった、まあ、オプションも充実しておりますよということでね、はい、そうですね、2号機使うんだっけ。2号機です、真ん中の機体ですね。さあ、いきなり新ボス、いきなり新ボスということで、皆さんちゃんたけ VS 馬匠、はい、始めろ。いけるかな。いけるでしょ、ね、やりとりがね、セリフでフルボイスでね。あ、何も覚えてないですね。はい、何も覚えてないですね。覚えてないというか、画面見えるかい。あのね、ギリギリ見えますね。結構ね、野外映り込みあるんで。そうなんですよ、ね、つい光の加減がね、はいはいはい、あっと、ちゃんだけ危なかったな、今な。これ今、粘身っていうこのゲーム独特のルールが、はいはい、ゲージを集めて粘身するとこういう感じでこうスローンだったりとか、あと弾に一発当たってたりとか、練習中は一撃弾を食らっても大丈夫ということなので、はい、まあ、その辺は遊びやすいのかなと。僕以外の緊急回避の仕方があるのがこの赤い方の特徴となっております。そうですね、いや、あの無理して喋んなくていいからね。無理して喋んなくていいよ、おもろぶつけ本番なんだよ、ね、さあ第一形態突破、まあ、そういういや、ちゃんたけならなんとかしてくれるでしょ。第一形態突破、第二形態へ。ちゃんたけ昨日何食べたみたいな。ちゃんたけ昨日…危ない危ない。焼肉食べましたね。焼肉食ったの。くっそ高いのばっかりずっと頼むからさ。あれはちょっと…ジョーカルビ、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 ジョータン、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 あれはビビった。危ない危ない危ない。叫んじゃうわ、叫んじゃうね。おっと、お前が叫ぶんじゃ。このゲームはこういったレーザーの攻撃も打たれるので注意していきたいところ。レーザー触るとあのゲージもらえるんですよ。今それ使って、あ、逆にね、はい、逆にね、なるほどね。で、刀ずっと打ってると、あの刀じゃない、レーザーか、現任中のあれだ、もう、もう3段階目、これジョージが溜まっているんで、うん、それでなんとかほとんどあの敵の攻撃が激しいんですけど、まあ避けずに、うん、あの、はい、意外といける、意外といける。多分そろそろ終わるんじゃないですか。終わる、おお、あぶねえ。あの レーザー触ればね、よく喋りながらできるね。自分で質問を振っといて申し訳ない。あ、いったか、いったか。ちゃんたけ VS 場所、ちゃんたけ勝利、みんな拍手。めっちゃ余裕やん。いやいやいや、すげえ、びっくりした。真っ白でしたよ、もうすごい。ずっとデバッグやってたもん。いやー、皆さん ね、これでちゃんだけ実力を見せることができましたけど、まあ、このゲームこんなに難しいのか、俺にもでき、俺にはできねえとかね、思わないでくださいね。これはそういう難しいボスですからね。まあまあまあ、そうです、ラスボスなんで、ラスボスなんでね、まあ、今日はあくまで一例としてスーパープレイヤーの一人でもあるちゃんだけにこのプレイを見せてもらったという流れで、はいはい、遊びやすいなんかあの難易度のセットピングであったりだとか、ああ、そうですね、ノービスっていうのがノービスとかね、はい、そういうの全部用意されてますので、ね、至れり尽くせりで、はい、皆さんぜひ
遊んでほしいかなと。そうですね、まあ、基本は横スクロールシューティングですね、うん、みんな大好きグラディウスから始まる横シューなんで、うん、はい、ぜひぜひ皆さん赤い刀注目してほしいかなと思いますね、はい、じゃあこれ、松本くん楽曲についてどうですかね、はい、そうです、はい、そうですね、曲アレンジ、赤い刀芯と赤い刀と2つあるんですけど、うん、ベースにしてるのは赤い刀の方で、うん、赤い刀のその原曲がまあ同じ方向向いてるけどちょっとベクトルが違う方向に向いたらどうなるかなっていうような感じで、うんうん、和の要素はちょっと減らして、どっちかずっとメタルに寄せたような感じでちょっとアレンジをしてみました。よかったら聞いてみていただければと思います。松本大輔くんのね、この前これまで出てきたゲームに、あ、よかった、ただいまアレンジが好きな方、ぜひこちらにも、あの奪われた人魚姫様しましたよ。というわけで最後に、多分慣れだから多分ベースにしてます新情報が被せるようになるってもんよ。みんながちゃんと気になるのお願いします。じゃあ行きます。チャレンジしてデデンデデン、スチーム版が12月15日コンシューマー版と同発売でお送りいたしました。はい、先ほどね、プラットフォームを説明させていただいた以外に、スティーブ1が、同日、同日です、そうですね、はい、すごいな、プラットフォーム、マルチプレイとかあるのか、はい、ということで、はい、揃いました、はい、半袖の人も、マイルスも、そこまでじゃない、そうだね、マツダも全裸みたいなもんだから、スティーブ1も全裸、どう？ね、PC でもやれちゃうのがいいよね。緊張するぐらい。ああ、まだまだ。なかなかさ、コンシューマーにはなるけど、スチームに来るやつって今ないよね。もう発表しちゃうんだみたいなこと言ってた。何言ってんの？戻れないですね。15日まで間に合わせて頑張ります。ミカノちゃんマイクだけにしてみるわ。どうなんだろう。ミカノちゃんのマイクだから。はい。おや。大丈夫です。なので、あの破格等の情報はね、もう続報をね、ちゃんだけが。ペンチミン選手の情動画公開。うどんとか。はい。どうですか。岩石まんじゅう。こちらも本日 YouTube でですね、今ちょっと画面出てます。アドレスはちょっと載ってないんですけど、セールマジね。公式 Twitter アカウントとかからで受けると思いますので、ぜひぜひ見ていただきたい。まあさっきのアレンジバージョンの曲はまあ少しずつですけど、全部参考じゃねえ視聴。PS4 があるってことは PS5 でも遊べるってことですね。 PS5 があれば、はい、はい、どうぞ、はい、はい、赤い刀足、プラットフォームはスイッチ、PS4、Xbox、Xbox ダウンロード版のみとなります、はい、2020年12月15日木曜日発売、パッケージ通常版、特装版ともに現在予約受付中となっております。特有ガイドをご確認して、ぜひぜひ、シティコネクションさんの、ね、潜伏してるんだ、これからの、ね、シューティングゲームの、ね、あのリリースにぜひ拍車をかけるために赤い刀いっぱい持ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、赤い刀の新紹介コーナー、はい、以上終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一回カメラを落としますか。ちょっと腹減ってきた。まだでも本当ね、公園広いんだよ。なんか今この会場さ、4人しかいない、ギュッてなってるからちっちゃく見えるけど、もうなんかね、広いんだよ。いや、岐阜を捨てたもんじゃないな。岐阜ね、結構岐阜駅の周辺とかもね、なんか渋谷のセンター街みたいになってるしね。昨日はね、なんだっけ、なんとかってやつを食べたんだよ。肉だ、肉うまかったな。やっぱ肉はな、外さねえから。岐阜は初めて、なんか通り過ぎたりはするけど、岐阜に来たのは初めてかな、多分初めて。そしてライデン3、ね、この BGM のズン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 、かっこいいね。小林さんもいるし、ファントムさんもいるし、そうだよ、現地でね、来たらもれなくチラシがタダでもらえちゃうからいいでしょ。あとあのね、ライデンのなんかあれあれ CD ももらえるから、
く寝起き一発に使うフェアリーもね、はい、かわいい、かっこいい、というわけで、2023年2月の23日木曜日発売予定、株式会社モス様よりライデン3クロスミカドマニアックスというシューティングゲームが出ます。よろしくタロの CM プラットフォームはスイッチ、PS4、PS5、ジャンルはデスクロール型のシューティングゲームとなってます。さらにあの Xbox でもダウンロードで発売される、はい、アーケード家庭用で人気を博したシューティングゲームライデン3がゲーセンミカドプロデュースの豪華アーティスト、今回の CU はちょっと間に合わなかったですよね。全ステージボス曲がサイドウェイズミックスのテーマのアレンジで、その曲数なんと20曲以上ということでね、参加アーティスト佐藤豪バンド、ヘビーメタルライデン、ファントマイレス、ミュージック、音奏師、なんと松本大輔、ここでも塩さん、与那尾啓司、リュウさん、ライトさん、下田優さん、もう僕と対バンしたのだ、全員そうです、参加らしい友達チーム、僕は音楽のプロデュースをあのボスさんに、ね、任せられてやらせていただいて、1年ほど前にライデン4クロスミカドリミックスっていうソフトが出たんですが、それと同じような、まあ、コンセプトでライデン3は、ライデン3、ミカドマニアックス、なんて4が出てるいろいろあるんですけど、はい、あの3って実はあの2005年にプレイステーション2に移植リリースされてるんですけど、それ以降この2023年まで、プレステ2ですね、2005年、プレミア入ってなので、18年間あの今週末で遊べなかったなので逆に今出さないともう出すタイミングを逃すだろうということで、急遽ライデン3が変更期で蘇るという流れになったわけですね。あのいろんな、まあ、あのそのままというわけにもなかなかいかないので、その音楽のリミックス、まあ、前回のライデン4の、ミカドリミックスのような流れで、まあ、音楽のアレンジなんかも追加して、当たり判定、表示、音楽、画面の回転、BGM などさまざまなカスタマイズが可能となっています。あの壁紙なんかも好きにカスタマイズしてます。その中に包まれながら、ぼんやりとみんなと喋ってて眠くならないわけがなくなる、リプレイ公開機能を初搭載、そして今回ちょっとプレイ動画がまだご用意できなかったんですけれども、まあ、ゲームのスクリーンショット等を、ね、なんか今回ね、なんか企業の着ぐるみとかもね、ソニックとかさいっぱいいるんだけど、あだいたい個人でコ、ね、スプレで参加して来てる人たちもいる、スペシャルコラボ第2弾ということで、ライデン4クロスミカドリミックスの、さっきあれ刀剣乱舞の なんか名前は分かんないけど、刀剣乱舞のやつとかいたし、発表された通りなんですけれども、次行ってもらって、はい、これ見てください、この豪華なアーティストの皆さん。でさらにライデン3ってもともとアーケード版の楽曲が、ロックテイストの、テクノチックリズム系が強い主体の後半、デジロック的な後半っていう楽曲がガラッと変わるのが特徴なんですよね。今回はアレンジを全曲アレンジかける2やくらいと言われるかける2、そうだから2回分全曲アレンジなので、音楽に関しては聞き応え抜群で、しかもテクノサウンドをメインとした、まあ、サイド A、ロックサウンドをメインとしたサイド A みたいな感じで、まあ、2種類のライデン3のアレンジクリアを目指そうじゃないですか。でなおかつオリジナルの、楽曲も佐藤豪さんの作曲、オリジナルの楽曲もしっかり選択する。このちゃんもさ、動物になったら何がいい、原曲ファンも、はい、まあ、ミカド、ミカドちゃんぞいですよ、はい、でさらにですね、重さサウンドみたいな機械の追加機能、ミカドちゃんとかどうだい、そう、これ結構ね、人間もいっぱいいるし盛り上がってるよ、ね、いい感じに。各ステージの BGM ね、まあ、いろいろ入ってるんですけど、朝とかね、ブロッコリーさんのベース、あのブースで歌プリのグッズが飛ぶように売れてたしな。前の時からどこ行ったか全然更新されてない。 EDP のリュウさんや、現在メインステージの音声が臨床状態、聞こえづらいか、まあね、録画してあるからね、後で多分綺麗に聞こえる状態のがね、アップロードされるとは思うけど、ちょっと聞きづらくて聞き苦しくてすまないな。そうですね、これがサイド B、まあ、ロック系はまあ前回好評だったということで、まあ、僕が在籍する、あ、治りました、よし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 、もつらいな。あと OTK さんに、あの SSD、 元 SSD バンドのねドイさんが、うん、もう痛いスセージの話になってますんで、もう
サントラだけでお腹いっぱいみたいな。まあ、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思うんですけど、楽しみにしてくれ。あ、それは君の壁紙、ミカドちゃんの壁紙も選べます。そうだよ、イエーイ、かっこいいな、イケメンやで。壁紙モードで対応します。でかいモニター持ってる方はぜひ書いてみてください。アーケードで画面でかいそうですね。はい、そうですね。で、最後商品仕様です。はい、そうですね。一応ね、限定、通常版と限定版、これ分かりやすくて、その2種類しかなくて、で限定版の方は、サントラ、サントラ、2枚組のアレンジ、2枚、入ってるサウンドトラックと、着せ替えジャケット、はいね、それで付いた豪華な仕様と、なっておりますね。はい、で、さらに、今日これ持ってきたんですけど、ペーパークラフト、一面のボス、これ、やばすごいです。ペーパークラフト。これ、試作品モンスターが入ってきたんですよ。ちゃんと稼働するってことですね。ちゃんと動きます。これ限定版。これ限定版です。で、ちゃんと今これ白、真っ白です。塗装された状態で入ってます。これ一面のボスで2機出てくるんで、皆さんすいません、2個。はい。1個2台。ちょうど揃う。完全再現に2台数ですね。よろしくお願いします。はい、最後に、ね、ロケアリー、ビジ。限定版の内容がいい。そうですね。はい。まあ、こんな感じの。いやー、こんだけついてて3000円しか違わないんだったら、ただみたいなもんだよな。で、さらにですね、今、ペーパークロスクラフトとモスさんやろうぜ。合同ブースですね。配信で組み立てるか。古い流しているのと、まあ、あと、こういったフライヤーをお配りさせていただいています。うん、でさらにですね、先ほど言ったたっぷり入った BGM の視聴 CD を、お配りします。無料です。これ無料です。そう、なんとただ。気になる方は、ご覧ください。遊びに来てください。よろしくお願いいたします。で、最後に、今度は締め画面ですね。2023年。来年だ。そう、来年なんですけどね、まだもうちょっと時間あるんですけど、2023年2月23日木曜日発売、エロいの。ライデン3クロス、ミカワマニアックス、プラトフォームはスイッチ、PS4、PS5、そして、XBOX となっておりますのでね、皆さんぜひ、ご購入よろしくお願いいたします。はい、ぜひ買ってください。以上、ライデン3クロス、ミカワマニアックスでした。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。パチ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 。次のタイトルいつまで？ちょっとスタンバイが。はい、チョイスか。これ最後がメインですかね、今日はね。ありがとうございます。はい、何でしょうかね。首をかしげてますけどね、真ん中の方で。はい、そうです。準備してください。大丈夫ですか？はい。じゃあ一回ちょっとカメラを、こっちに移していただいて。うん、はい。その間にポッチポチのモテタイプ、はい、です。では集大祭品全体の最後のコーナー、はいはい、今回最後は新作発表会、新作発表会、新作会、はい、今何でしょう、はい、楽しみだね。ではここで、はいはい、ゲストを呼び込みますか。はい、刀鍛冶2月来年が、はい、じゃあグランデーラー第3が2月、そうだね。以上、和和さん、伊藤さん、伊藤さん相談ください。よろしくお願いいたします。お願いします。うーい、なんとなんと九条さんをここにお呼びいたしました。はい、あ、ですね、下をちょっと下をポチッと押すだけですね。テンションがすごく高くて、始まった時向こうで見てたんですね。テンション高いから、はーい、姫やなんで帰る、なんでこいつらこんなに無駄にテンションが、こんなとこ入られへんよ。これがイベントのあれですよね。そちらも普段はあんまテンション高くて、ポカポカの土曜日が盛り上がっていこう。今回九条さんが来たということは、はい、実はですね、今回の新作はグランゼーラさんとシティコネクションの共同開発プロジェクトです。おー、すげー、はい、何それ。なのです、はい、ではなのです、自己紹介を、はい、お願いします。ゲーム会社グランゼーラのチーフクリエイターをしています、九条と申します。よろしくお願いします。うわー、ファイナル2番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 、もうちょっとボリュームあるとかもあるんですかね、九条さんは。青じ、はい、
関東は若干寒い。日差しがあるかないかでだいぶ違うからね。現地はポカポカよ、ポカポカ。R タイプの現地ではグランゼーラのブースもあるよ。共同でね、うん、これはすごいですね。だいぶ前から仕込んでたんですよ。何が出てくるんですかね。ではこれはもう V に行っちゃいますか。喋るよりまずこの V を見てからですね。喋る太鼓の、じゃあ切り替えをお願いいたします。はい、行きますか。うん、来ましたね。いやこれは驚きのコラボレーション。はい、ジャレコの代表でいきたいと思います。はい、でないフォーメーション Z。そうですね。はい。人型ロボットと戦闘形態を使い分けるゲーム性や操作感を引き継ぎつつ、最新技術とグラフィックサウンド。いやデザインかっこいいな。アップして帰ってきた。今、戦術のバトルフォーメーションが蘇るということなんですけれども、うん、はい、これ一応プラットフォームは現状 PS4 ですね。本当は確定してるのはそうです。PS4 は、はい、これからいろいろ、まあ、ピカソちゃんができね。はい、どうですかこれ、どういった経緯でこれが出たんですか。いや、あのあれなんです、僕あのアンダーグラウンドなんですけど、どこしよう、月面着陸って言ってたね。そうです、はい、去年発売したんですけど、その後もステージを、はい、でその中でこう出てきたアイデアがあって、うん、それをアンダーグラウンドで作ってみようと思ってた、うん、はい、うん、スイッチはどうだろうね。後で来るといいね。来るんじゃないかと踏んでいるのだが。フォーメーション Z。フォーメーション Z を今作ろうと思ったら、あの誰に相談すればいいのか、うちのプロデューサーに言って、やらせてもらえませんか。そうです。すごい不思議な。運命の瞬間。ああ、そのくらいのタイミングで連絡が来ました。で、いやもう僕個人的にアーケードゲームすごいマニアなんですけど、確かにフォーメーション Z でタメ口一番最初に、そうなんです、対応した、そうです、そうです、いやいや悔しい。あ、こっちの方が先だ。実はなんですね、3年ぐらい先に、はい、そうですね、いやまさか。でも意外とあのやっぱりその動画を見させていただいて、まあ、あのグランゼラーのアンダーファイナルっぽい雰囲気もありつつも違和感も感じたら、そうですね、あのもともとロボットを変えるっていうのが、もともとのゲームのそういうネタを操縦したいっていう少年の欲求みたいなのが、はいはい、でそれは、いや、アクションシューティングってやっぱいいよね。もっと飛行機は飛行機らしい、ロボットは乗ってらしいです。ワンタツーの残しは残していきたい、うん、はい、分かりやすさっていうところが、はい、それを全部出すことが今だったらできるんじゃないかなと思って、やらせてください。いや、いいね。考えずに企業はい、やりましょう。ああ、もうソフトですね。はい、素晴らしい、びっくりしましたね。素晴らしいコラボレーションの形です、ね、うん、そうです、ね、はい、なんかごついながらもカラーリングのせいか、あの影響か、割となんかさ、何フェミニンというかクシックでかっこいいよね。今回なんとこの後、そうですね、プレイを見せたの。もうプレイ画面が見られると、まあ、途中も初期も途中段階だと思うんですけど、
これからじゃあ PS4 版でちゃんだけに実際にフォーメーション Z をプレイしていただきます。早速見れちゃうぜ。してラッキーだったっすね。そうですね、はい、はい、じゃあちょっと画面を、はい、ゲーム画面を皆さん、はい、注目よろしくお願いします。こいつがマイクに合わない難易度そうですね、大丈夫モードはい、ギリギリまでは出てます、ね、今日はノーマルですか。ノーマル、はい、ノーマル大丈夫で、今回はあの試作バージョン、プロトタイプということで、はいはい、エクスペルイノセンス、作戦フォーメーション Z 発令で侵略者を撃ち殺す。これがレイラーのフォーメーション Z。 今はあのプロトスウェイですけど、カスタマイズでいろんな色を使っています。すげえ立体的。そうですね、すげえ立体的。めちゃめちゃすごいね。ロックマンだね。変形した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 。ちゃんたけさんが、ちゃんたけちゃんが逆光と戦いながらもノーダメージで突き進んでいく。頑張れ頑張れ。突然の晴天がちゃんたけを襲う。かっこいい曲が流れてますけど、はい、こちらは、はい、私が作りました。あ、松本大輔。あの、自分はファミコンの F ゼットがやっぱちょっとかっこいい、あの近未来のさ、世界観もかっこいいよね。すべてがかっこいいな。タイトル画面 の曲ですよね、はいはいはい、であれは絶対見たかったんですよ。なるほど。なのでこの後、ループした時に最初に戻るんですけど、クレームが一応入ってるので、うん、これずっと空、ね、ずっと上がってってるんですよ。これね、高さ一回飛行機になったら永遠に飛行機になれるのか。お、警告、限界高度に到達しました。ステージの空間がすごく広く取ってあるっていう感じの、まあ、初代のフォーメーション Z もそうですけど、岩の演出かっこいいね。あの右下が燃料だ。ニューフォーメーションズアメージング、そうだね。で、地上に戻ってくるのね。すごいね、なんかクーリックのバランスがちゃんと取れてる。なんかさ、あのシューティングってずっと飛んでたりとかするからさ、こう自分が前に進んで、まあ、前には進んでるんだけど、なんかこう目的地に進んでるみたいな感覚ってあんまないけど、これはなんかさ、こう向かってる感はすごいよね。めっちゃかっこいいです。逆光に死す。そうですね。いやでもかっこいいですね。まあ元のゲーム好きだった分よく遊んでたっていうのもあるんで、このアップデートはちょっと予想外です。流れ玉に気をつけて。大丈夫大丈夫。この薄皮一枚後ろで流れてる。あ、着水が。俺もまあ、今回もちょっと今回自分作ったんですけど、ちゃんと重みがある、こう、サシーンって
ていうのと、うん、あの時にカシャンカシャンカシャンというような、うん、そう、そういうのをつけたかったんですよ。なるほど。重みを、重みを表現したかったっていうのが、うん、そしてこのアップデートされた武装アップデートされた柔らかくなる調整と、そうだね、なんかすっきりしてるから自分今どこにいるって感じの迷子感はないよな。いいねいいね。だから昔のファンも割ととっつきやすいんじゃないのかな。なんか喋ってる、機能低下って言ってる。シゲは喋ってるって言ってんのミカドちゃんだな。あ、今日が沈んだんで。あ、ちょうどいいか。太陽が。太陽が今ちょっと、太陽を味方につけている男ちゃんだけ頑張れ頑張れ、ちゃんだけ頑張れなさあ、見ろ、このホーミングを抑えろ。ほら長かったら使えよ、うん、頑張れあ、でも燃料が燃料が大丈夫、50ぐらいエレクトリカル提灯がなかなか手強いね。そうですね、はい、ナイスドッキング、お、ここでまさかの、お、これはトラウマが、あっ、おい、ガン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 、パシッ。次は月面で月面ステージがあるわけですね。素晴らしい。いやなるほどなるほど、ね、すごい、ありがとうございます。これはちょっとオールドファンも、まあ、新規ファンもね、うんうんうん、でもこれ本当にさ、ね、面白そうだよね。どうですか、なんかこうとっつきやすいじゃないのかな25、30ぐらいか。そう、ああ、まだまだ、じゃあこれから佳境に入っていく、はい、ちょうどいいことなんですね。そうですね、どこに行きたい、選びます。あ、ちょっと、うん、大丈夫です。なるほど、なるほど、すごい重厚なロボットタイプ、うん、全部飛行機とロボットが切り替えてたんですけど、なんか何人かが経営できないと。そうです、建設が得意なんですね。いろんな、タイプのロボットが、今後実装予定ということで、はい、カスタマイズ要素、弾幕ゲーじゃないのは評価高い、うん、いいね。いやこれは期待できそうですね、うん、そしてなんと今回ね、今ちゃんだけがプレイした、うん、バージョンが、はい、全ダメ会場の右手のシティコネクションさんのブースでー実は遊ぶことができます。マジかー、はい、この後セッティングしますね。この後、はい、急に遊べちゃうんだな。現地民はな。はい。これからまあ、まあ、そういったね、うんうん、皆さんのフィードバックでゲームがどんどん良くなるかなと思います。そうですね。いや、一本のステーキ食べながらやるかな。ルタ丼がいいかな。何食べようかな。これからお昼ご飯なんだよな。わかりました。じゃあぜひね、あのこちらのデモ機でございますけど、エグゼと、ティーボリションさんブースで、遊んでいただいて、まあ、なんか感想とかね、あの何食べようかな、思いますので、キル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 クワクワクワ。というわけで商品紹介としては、はい、発売日的には 2020X 年予定。2020X 年世紀末やっけ。23年も今日、はい、フォーメーション展開に、それでは皆さんぜひこうご期待ということで、はい、ユゼットよろしくお願いいたします。お願いします。はい、こんな感じでですね、本日の集大祭、そうですね、エンタメ視聴版、エンモ武田なんだかんだあったけど、はい、
ね、やはりね、こう超期待のタイトルとかも知れたし、まずここから、野外はいいぞ、野外はいいぞ、気持ちいい、気持ちいいですね。みんなね、いっぱい原っぱでお酒飲んで腹出して転がって寝てくれ、楽しんでいってください。本日読んでくれて本当にありがとうございました。はい、じゃあ続いて九条さん、これからね、はい、現地に来る人も今楽しんでる人も明日来る人もぜひ楽しんでいってくれ。来られない人はゲーセンミカドで今のうちにね、シューティングの腕を鍛えていたらいいんじゃないかな。物販はね、現地には少ししか、多分今日中になくなる勢いで吐けているけど、ね、東京にはあるから多分春とかで進捗聞けるといいな。そうだね。はい、九条さんでした。皆さん拍手。はい、拍手。吉川さんどうでしょう。はい、ご集団さん臨前段階ということで、1ポンドの納豆、450g の納豆ってどんなもんだい。豆どんかい。イベントは今日、あ、今ガチャポンが、ガラポンが当たった音がする。いいな。日本一ソフトウェアさんのさ、ガラガラ当ててんだよな。ペンギンが欲しい。ペンギン。かわいい。なんかさ、そのガラポンさ、金で一等賞でペンギンのぬいぐるみがもらえるんだけど、銀でね、あのゲームソフトもらえるんだよ。みんな絶対さ、ゲームソフトの方が欲しくない。わかんないけど、まあミカドちゃんペンギンが欲しいけどさ、あ、ゲームソフト銀なんだみたいな。本当にいろんな企業がね、あの後ろでさ、あのソニックがめちゃめちゃ主張してるけど、あれ、セガさんとかもね、来てるから。結構ね、ずっとぐるぐるっと見てもらったら、あっという間に一日終わっちゃうんじゃないかな。自分もあの FZ もあのサウンドを一つ一つこれからちょっと作り込んでやらせていただくと思いますので、ぜひぜひ皆さんも楽しみにしていただければと思います。いや、今日はでもこういう大きいイベントで爆音で鳴らせて気持ちいいですね。やっぱ音は音は爆音で爆音で帰りますね。というわけで、皆様本当によろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで多数でお集まりいただいた皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。集大祭 in 全ため2022出張は以上、終了。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続き全ためを楽しみください。よろしくお願いします。はいはい、またね。